空気と水、それは我々が生きていくために欠かせないもの。そんな空気と水の安心安全を提供し続けているのが富士熱学工業株式会社。そこで今回は省エネ技術の推進と社会貢献に努め、快適な環境づくりに取り組む富士熱学工業のリーダー近藤康之の成長戦略に迫る。